はい、ラスです。ラスは、まあ、スポーツの話、2本目ですね。はい、まあ、スポーツの話なんですが、スポーツには当然男女別とか男女混合とかありますよね。男女混合って言っても基本的には男性と女性のペアでやるスポーツが多いですよね。卓球とかテニスとかだとあるのかな。はい、ですが、世の中には、いろいろありまして、自分の自認によって私は心は女だから、私は心は男だから、男と一緒にチームを組んでスポーツをするんだ、女と一緒にチームを組んでスポーツをするんだっていう輩が一定数いて、あ、まあそれはね、レクリエーションの範囲でやるなら勝手にやれよね、ね、レクリエーションでとかね、あとはまあこう学校のレベルだったらまあ許されるかな、なんだけど、でもね、許してくれなくなってしまったところがあるそうです。場所はなんと自由の国アメリカだそうです。アメリカはトランスジェンダーの選手の女子スポーツに参画することを禁止することを下院が可決したそうであります。パチパチパチ、じゃパチパチじゃねえけど、いやね、ただね、この男女別ってのも単純に身体的能力の差でもって分けてるわけでさ、うん、あまりにも違わなければ別にそこ分ける必要ないわけだよ。例えばマラソンにしよう。マラソン女子と男子が同時に走る、全然走るのはいいけど、優勝は別にしないと記録が10分20分違うから勝負にならないよね。はい、もちろん、うん、これはね、私みたいな素人が女子のアスリートに勝てるわけないので、その辺は分かってるんですよ。ただ同じアスリート同士、ガチのアスリート同士を比べるとどうしてもそこに差は出てきてしまうね。鍛え方が足らない、違うよ、鍛え方が足らない、違うよ、生物学的な問題だからね。はい、心理的な問題じゃないからね。心理的な問題でホルモンバランスは崩れませんからね、残念だからね。はい、ですよ。でね、まあ戦ってる選手がそれを許容してるんであれば好きにすればいいとは思うさ。だけどそこに、あるいは生活が、あるいは商品がかかっているならば、そんなものを許容するバカはいないよね、普通は。さっきWBC の話したけどさ、要は、まあもちろんね、アニメの世界であるよ。はい、なんだこう、まあ、なんだっけ、名前忘れたな。エリアの騎士か。エリアの騎士とかだと、セブンね。セブン、普通に男子の中に紛れ込んで戦ってサッカーやってたよね。あれができるところはあるし、ただリアルに、ただあのアニメの中ですら実際にはセブンはちゃんとね、なでしこジャパンの方に行くっていうことで押してるじゃん。アニメの中ですらそれなんだよ。やはりそこね、苦痛が減らないんだって。はい、どう頑張って無理なんですって。なんでアニメの方が現実的なんだこらみたいな話じゃんね。ね、おかしいだろ。アニメの方の中なんだから別にさ、それをもう自由にできちゃうんだよ。自由にできるのにやらない、その方法に行くのじゃないと作者に、視聴者に受けないからってやつだね。視聴者に受けられないからってやつだね、うん、繰り返しになりますが、レクリエーションの中で、自分の人員によって所属するチームを変えるのはどうも自由にやればいい。一緒にやる選手、一緒にやる同僚が扶養するのであればね。でも残念ながら世の中はそうはいかないでしょ。はい、ね、別に存在を否定するわけではありません。存在否定するわけではありません。はい、自認の性別が違う人たちをね、接近するわけではありませんが、合に言っては合に従いましょうは、かくあるべきだと思いますよ。はい。ね、はい、例えば相撲ね、女子相撲の中に男の力士が混じって、私、これは女だからとか言ったら、どやされるよね。それみたいなもんよ。はい、言うたらさ。でも、ゴールでさ、なぜかさ、お顔は話題になるけどお鍋は話題にならないよね。不思議っていう、よくわかんないね、それね。でも世の中の、まあ同数いるかわからんけど同程度の割合で発生するよね。だって一応精神的病気のはずだから。それならお鍋も当然話題になっていいはずなんだけどな。私はよくわかんないなと思う私であります。はいね、まあスポーツは楽しくやりましょう。はい、スポーツマン精神にのっとって楽しくやりましょう。そこに政治を持ち込んだり、思想を持ち込んでもろくなことはありません、ね、ただ上のお上の人たちはそれをどうしても考えちゃうだけの話であって、
選手自身は、フェアでやっていただければいいなと思います。決して頭に血を昇らせてラップレーンに行ってはいけないようになります。それをあのここで最後に訴えることとして本日の締めといたしたいと思います。はい、マジで5に行っては5に従いましょうね。皆さん自分のことをわきまえることが大事です。私も肝に銘じます。ありがとうございました。